ハッキングね、その視点、値打ちあるのかなって、例えばもう、最後、命かけてでもね、ハッキングしてると言うけど、それで得られるものって何って、だから命かけてまでハッキングするほど、そのハッキングに値打ちなんかないでしょ。だって何が得られるの、ハッキングして、ハッキング成功して。ていうか、例えば気に入らんこと書いてあったり、気に入らんこと言うてたり、あるいはハッキングしてる人物や、ハッキングを依頼したやつが気に食わない人物がいて、その人物とハッキングしてるとしてたね。ハッキングは、お金のやったらさ、お金もらえるんだったら命かけないでしょ。命かけるじゃあないから借金があったりとか。そっちやろ、どっちかけたら。うちの事情やな、そっちの事情やろ。で、それと、例えばじゃあ、ハッキングすることによって、プライドが守られたから、それでよしと。予算金使ってプライド守るの？ そんなええもん簡単なプライド。そんな大事なプライドかって、じゃあプライドじゃないの。利権でしょ、利権。なると、利権に命かける。利権に金かけるんちゃうわけな。もうその金残ってへんから命かけるしかないやろ、じゃあ。金残ってるやつは命かけるんだよ、利権が大事やろ、ハッキングより。だからなんで、ハッキングなんかに命かけるんか、言うてん。だから利権元から 言われて命かけろって言われてるからさ、例えばそれやったら。な？だけど、それやけどね、ハッキングして究極得られるものって、それ、タイムラグだけやろ。ハッキングの究極の魔法効果っていうか、最大の違う。極めつけなんてどうやったの？ ハッキングにおけるその真髄っていうのは、タイムラグを作るだろ。そこにそんだけ金かける方もあれやけど、そんだけ借金して命かけられなかったらまんとれない。なまじかハッキング能力あるばっかりに。そのハッキング能力を手に入れる、磨くために皆さん借金したのかな。今後そういったことが新聞とかでクローズアップされるのかな。